はい、どうも、こんにちは、こんばんは、リーダーです。はい、今日はね、週刊 MTG 注目カードランキングの、5月3週目の紹介をしていこうと思います。はい、では早速、今週のトピックスなんですけども、今週のトピックスは、ついに今週月曜日に、禁止改定が行われましたね。はい、こちらね、もうご存知の方も多いとは思うんですけども、今回ね、禁止になったのは、まずレガシーにおいて、夢の巣のルールス、そして、聡明おこしザーダが禁止になりましたね。で、まあ、こちらに関してはね、まあ、ルールスの禁止はね、まあ、ほぼ確実されてたので、まあ、そんなにね驚きはしなかったんですけども、まあ、ザーダがね一緒に連れてかれたのは、まあ、少し意外ではありましたね。まあ、しかしね、実際のメタゲームを見てみると、まあ、モノリスコンボ等をね、採用した、MUD だったり、まあ、サルベージャーコンボも、まあ、かなりのね、勝率を誇っていたらしく、まあ、今回一緒に巻き添えを食らったような感じですね。まあ、ただあれですね、その、相棒登場初期から、その、ワンキルでね、話題になってた、ジャイルダに関しては今回は禁止を免れましたね。まあ結構やっぱりね、初動こそ騒がれてはいたんですけども、まあその後のね、MO リーグ等でも、まあそんなに上位にいるのを見かけなかったので、まあメタが回った結果なのかなと思いますね。まあただここでね、ルールスとザーダがいなくなって、またちょっとジャイルーダが上がってくる可能性全然あるんじゃないかなと思うんで、まあ今後どうなっていくのかなというところですね。で、今回ね、度肝を抜かれたのが、ヴィンテージでの、禁止改定ですね。なんと、ヴィンテージでも同様に、夢の巣のルールスが禁止になったんですよね。これまあね、一見それはそれはレガシーでね、禁止だったらブラックロードスが使い回せるね、まあ、ルールスがね、禁止じゃないわけがないだろうというふうに思うんですけども、まあ実はこれね、まあ、ヴィンテージにおいては、まあ超衝撃的なことなんですよね。まあなぜなら、ヴィンテージっていうね、フォーマットは、まあこのルールスがね、禁止されるまで、そのアンティだったり、策略などのカードを除き、まあ基本的に一切禁止カードってものが存在しなかったんですよね。まあ、本来そのヴィンテージっていうフォーマットでは、まあ、全てのカードが使えるけども、あまりに強力なカードは制限カードとして扱ってきたわけなんですけど、この相棒っていうね、メカニズムの特性上、結局制限にしても意味がないというところで、今回は特例の処置として、禁止の措置が、取られたようですね。まあ、なのでね、このパワーナインですら禁止にならないヴィンテージというフォーマットで、通常のまあカードとしては初となる禁止カードになったんですよね。まあ、ただね、もうこの結果を踏まえると、まあ、今後もしね、そのルールス以外の相棒が、ヴィンテージ内でね、暴れるようだったら、結局2枚目、3枚目のヴィンテージ禁止カードも出る可能性はあるということですよね。まあ、あとちょっとね、ウィザーズ側の声明として、その全フォーマットに対して、もしね、相棒デッキのメタゲーム内の、シェアが大きいことによる長期的な健全性の問題の兆候が見られた場合、相棒メカニズムの機能の変更を踏まえた行動を起こす準備があると。いう風に言っていて、まあ、もしかしたらですね、そのマジック史上初となるエラッタ、ただりナーフっていうものが行われる可能性があることを示唆してるんですよね。まあ、なんでこちらについても引き続きね、その動向を気をつけていく必要があるかなという風には思いますね。そして二つ目のトピックスですね。二つ目のトピックスは、急遽販売が告知された、ダブルマスターズですね。まず最初にね、概要を説明すると、収録カードが332種類。で、ブースターボックス1箱につき24パック入りと。で、ブースターボックスの中のカードは15枚入り。そして、各パックにレアが2枚とフォイル仕様のカードが2枚封入されていると。で、各ブースターボックスに、非フォイル仕様のショーケース版ボックストッパーカードが2枚ついてるよと。いうところで、まあ、本当にね、唐突に告知された新セットなんですけども、まあ、なんとね、名前にマスターズが入ってるということで、アルティメットマスターズがね、約1年半ぐらい前ですかね、に発売して以来のマスターズなんですけど、そのアルマスがね、そもそも出るときに、まあ、当分マスターズは出しませんよと、ウィザーズ側が言っていたわけなんですけども、なんと2年も我慢できませんでしたよと。いうところで、今結構ね、世界を騒がしてまして、もうすでにね、収録されるカードがいくつか公開されてて、現状は、倍増の季節、そして、後輩鋼の巨像、そして、あとはアトラクサ、そして、カーリア、そして、マナクリプトですね。現状ね、この公開されてるカードから考えると、まあ、かなり EDH にね、向けたセットなんじゃないかな、という感じはしますね。で、これらに関してはね、すべて拡張イラスト版があって、まあ、これとは別に VIP 版と呼ばれる製品も販売されるようですね。
このビップマンに関しては、まあ、完全に個人的な予想ではあるんですけど、まあ、通常のね、そのイコリアとかのセットでいうところの、要はコレクターブースターに、該当するものなんじゃないかなというふうに思ってて、まあ、今回ね、その通常版に付属するトッパーに関しては、非ホイール仕様というところで、おそらくこれがフォイールとして出てくるのがそのビップ版なんじゃないかなと。いう風に思ってるんですよね。で、まあ、ちなみに、価格に関しては、まだ通常版のね、価格も発表はされてないんですけど、現状ちょっとプレミアがついてるのかわかんないんですけど、まあ、17ドルとかっていう価格もね、出てたりするので、実際いくらなのかまだわかんないんですけど、17ドルとしてはかなり高いパックですよね。まあ、こちらに関してもね、またちょっと詳細がわかり次第、このトピックスでね、ガンガン紹介していけたらなという風に思います。はい。では、早速今週の注目カードランキングに参りましょう。今週の第5位はこちらになります。はい、今週の第5位は、性別されたスフィンクスになります。こちらはね、その EDH をプレイされる方にはもうおなじみのカードではあるんですけども、効果というと、6マナ46飛行のクリーチャーで、いずれかの対戦相手がカードを1枚引くたびあなたはカードを2枚引いていいよというところで、まあ、EDH ではね基本4人戦となるので、もしこのカードが着地して、ターンが返っていたとすると、まあ、敵のターンをね、3回挟むことになるので、もうそれだけでね、まあ、基本的には6ドローができるんですよね。もちろんもうそれ以上にドローしてた場合はもっとドローを進めることもできますし、まあ、盤面に残しておくとね、もう一気に相手とのアドバンテージの差をね、広げることができるカードなんですよね。で、こちらもね、ここ最近のその EH 需要の増加に伴って、海外で高騰していて、現状、39ドルまで高騰してますね。で、まあ、マーケット価格で見るとね、まあ、23ドルなので、まだちょっと差はあるようには見えるんですけど、結構実はこの1日2日で、このマーケットの価格の方も上がってきたりはしてるので、こちらの値動きもね、まあ、注意しておいた方がいいかなというふうには思いますね。で、こちらに関してはね、まだ持ってない方で、その今後ね、EDH で青を触りたいなというふうに思っている方は、ぜひね、購入しておくことをお勧めします。こちらはね、まあ、ほんと冒頭でも言った通り、EDH では非常に強力なカードで、まあね、その青が絡むデッキ全てに入るっていうわけではないんですけど、もう雑にね、1枚入ってるだけで、もう場に残れば非常に強力なカードだっていうのは事実なので、効果的にもね、そのドローの促進なんで、別にどのデッキに入っててもね、思ってる以上にアドバンテージ稼いでくれますし、まあ日本の価格を見てもね、まだ700円というところを考えても、まあ今のうちに買っておいて損はないんじゃないかなというふうには思いますね。はい。では続いて、今週の第4位ですね。今週の第4位はこちらになります。はい。今週の第4位はミシュラのガラクタになります。こちらはね、ここ最近ね、非常に注目度が高くて、このランキングでもね、何度か紹介してたとは思うんですけども、今回ね、ルールスがレガシー、ヴィンテともに、禁止になったことによって、価格が少し落ち着いてきましたね。ただまあ今後の流れを考えると、まだそのモダンではね、ルールスは使えるとはいえ、やっぱりレガシーとヴィンテージで使われていた、その4枚ずつのガラクタが、まあ今後ちょっと市場に流れてくることを考えると、もうちょっと下がるんじゃないかなとは思ってて、だいたいまあ1000円ぐらいまでは少なくとも下がるとは思ってるんですよね。で、実際それ下がるとは思ってるんですけど、今ね、その実際そのウィズダムに掲載されてる、サイトの在庫を見ても、実は下がったとはいえ、そんなに数は多くなくって、まあ、海外に関しても、まあ、ようやくちょっとイコリアが発売されたっていうこともあって、まあ、今になって高騰を始めてるんですけど、まあ、このルールスのね、禁止の影響を受けて、まあ、基本的に、まあ、海外の方も下がるんじゃないかなとは思ってるんですけど、今ちょっと高騰し始めたみたいな感じなんですよね。まあ、なんで、個人的には下がる読みではあるんですけど、まあ、現状正直どっちに転んでもま、おかしくない状態ではあるので、まあ、欲しい方はね、これに関しては結構見極めが必要になるんじゃないかなというふうに思いますね。はい。というわけで、今週の第3位ですね。今週の第3位はこちらになります。はい。今週の第3位はもうおなじみの登場となった、自然の怒りのタイタン、ウーロですね。まあ、なんだかんだでね、結構久々の登場にはなるんですけども、まあ、その間にもね、ぐんぐんと価格を上げていて、もうすぐで7000円に届こうとしております。グラフとしてもね、一度も下落することなく、そして急騰することもなく、じわじわと上がってきてるので、一番安定感のあるグラフで、その下落する気配は今んとこないんですけども、まあ、個人的には、依然としてね、売り目線でいいんじゃないかなというふうには思ってますね。
で、まあ理由としては、その現状でその下落気配は薄いものの、まあさすがにちょっと7000円まで来た時に、その下落する時の幅、例えば7000円から5000円に下がったとして、別にそれでも高い水準ではあるんですけど、実際2000円下落してるわけじゃないですか。まあなんでその幅ってかなり大きくって、もうかなりリスクの方が上回っちゃってるんですよね。で、あと何よりなのが、海外での価格ですね。海外も一時はね、その50ドルを超えていたんですけど、まあ現状に関しては、それ以上はね、上がってはいけずに、若干下落し始めたような感じなんですよね。で、日本でのその買取価格を見てても、その販売価格はね、ここまで伸びているものの、まあ、買取自体実際5000円から5500円っていうところから、依然として変わってなくって、まあ、ある程度ね、ショップ側も在庫確保できたんじゃないかなというふうには思ってるんですよね。まあ、なんで、まだまだ実際可能性はあるんですけども、まあ、個人的にはやっぱりリスクの方が上回っちゃってる感じはするので、まあ、もしね、持て余してるようだったら、売ってしまってもいいんじゃないかなというふうには思いますね。はい。では続いて、今週の第2位ですね。今週の第2位はこちらになります。はい。今週の第2位は、属性の矜持者になります。こちらもね、初登場のカードですので、効果を説明すると、緑1マナのインスタントで、あなたのライブラリの中からクリーチャーカードを1枚選んで、そのカードを公開すると。で、あなたのライブラリを切り直し、そのカードをデッキトップに置くよというところで、こちらはね、ほんと EDH で超おなじみの、緑のチューターですね。このカードはね、まあ、本当に強いカードで、緑のサーチに関してはね、基本的にクリーチャーにアクセスできるものが多いんですけど、1マナのチューターっていうのは、この属性の矜持者と、森の矜持者ってこの2枚しかないんですよね。他はま、基本的にね、その X マナを使って、そのまま敵から戦場に場に出す系のカードなんで、まあ、結構ね、ビッグアクションになっちゃうことが多いんですけど、まあ、こちらに関してはね、その1ターン目だったり、そのマナが余った時のね、エンド前なんかにね、その最善のクリーチャーにアクセスできるっていうのはかなりでかいですよね。そんなね、属性の矜持者が、まあ、今ね、昨今のね、EDH 関連の高騰の流れで、今もう同じくめちゃめちゃ高騰してて、海外でなんと80ドルという価格まで高騰してますね。こちらに関してはね、まだ持ってない方は、お早めに購入していくことをお勧めいたします。実はね、こちら日本でも実はちょっとずつ上がってて、現状、最安値で1500円まで上がってますね。で、海外のね、マーケット価格を見ると、31ドルと、いうことで、まだね、その海外全体でそこまで上がってるわけではないものの、そのマーケット比で見てもね、まあ日本との差に関してはもう2倍近くあるんで、やっぱりお買い得なのかなとは思いますね。で、属性の強者に関しては、そのミラージュとね、第6波の2種類があるんですけど、現状ね、その2つに、まあ、実際価格差そんなにないんですけども、まあ個人的には、黒枠であり、初版であるミラージュ版を購入しておくことをお勧めしますね。さすがにね、価格どっちも同じなのであれば、初版黒枠の方がね、今後の需要を考えても、そちらの方があるとは思いますし、まあ、ものすごく個人的な意見ではあるんですけど、まあ、EDH で、そのデュアラン以外をね、すべて黒枠にしておくと、そのフェッチからのアクセスでデュアラン探すのがね、すごい楽なので、そういう面でもおすすめかなっていうふうには思ってますね。はい。では続いて、今週の第1位ですね。今週の第1位はこちらになります。はい、今週の第1位は、総裁になります。こちらね、駒総裁で、当時、レガシー界隈を騒がせていたカードですので、ご存知の方も多いとは思うんですけども、効果というと、2マナのエンチャントで、いずれかの対戦相手が呪文をプレイするたび、あなたは、自分のライブラリの上のカードを公開してもよいと。そうした場合、その呪文の点数で見たマナコストと、公開したカードの点数で見たマナコストが等しいなら、その呪文を打ち消すよということで、コマとね、組み合わせることで、突破を操作できるんで、まあ、リソースを割くことなくね、相手を牽制することができるということで、まあ、デッキ名になるほど強力なカードだったんですけども、コマがね、レガシーで禁止になったことによって、レガシーではなかなかお目にかかる機会が減ってしまいました。まあそれでもね、全く使われてないわけではないようなんですけども、まあ、今ね、注目度を集めてるのは、レガシーではなくって、モダン需要による高騰ですね。で、モダン環境では、まあ、今回の禁止改定でも変更がなかった通り、まあ、今後もね、そのルールスが使える環境というところで、まあ、現環境ですと、大会上位の、約 66% が、相棒を使ったデッキで、そのうちの 55% が、ルールス採用型のデッキになってるんですよね。まあ、なんで、まあ、現状のそのメタゲームとして、その対ルールスへの対策が非常に重要になるんですけども、まあ、そんな中でね、最近多く採用されてるのが、チャリスだったり、この総裁ですね。
こちらがあることで、まあ、0マナから2マナ圏のね、呪文を打ち消すことができれば、まあ、ルールスの力もかなり抑えることができるということで、ルールス採用型のデルバーなんかに、例えば採用することで、まあ、自分もね、ルールスを使いながら、相手のルールスも牽制できるという非常に強力なカードになってますね。で、他にも、その青白コントロールなどにも採用されてて、その相棒がいなくともね、ルールスに対抗できる策が、講じられているようですね。で、よって、今、封鎖の価格がかなり高騰していて、こちらも最安値で2000円まで高騰してますね。で、海外で見てもね、今30ドルを超えていて、まあ、こちらに関してはね、まあ、結構ね、崖を作ってたりはするので、素直に売りでいいんじゃないかなというふうに思いつつも、まあ、個人的にはもう少し伸びてもおかしくないんじゃないかなというふうには思ってて、まあ、その理由としてはね、まあ、こちら、再録に関しては、マスターピース版しか存在しないんですよね。まあ、なんで、そのアンコモンとはいえ、例えば、アイコニックマスターズとミステリーブースターで再録されてるガラクタがあそこまで高騰したことを考えると、まあ、その上はもうちょっとありそうなのかなというふうには思ってるんですよね。まあ、実際その採用率の面ではね、さすがにガラクタには及ばないんですけど、ほぼ一回もね、採用されてないっていう状況は、まあ、かなり高騰しがちではあるので、一旦は剣。で、まあ、欲張らない方に関しては、もうぼちぼち売ってしまってもいいんじゃないかなと。いうふうには思ってますね。はい。ということで、今週の注目カードランキングは以上となりますが、いかがだったでしょうか。今週はね、禁止改定の影響を受けたカードや、スタン、モダンで注目度が上がっているカード、そして引き続き、EDH 需要で高騰しているカードがランクインいたしました。結構ね、この1、2週間は、まあ、落ち着いた動きになるんじゃないかなとは思ってたんですけど、やっぱまだまだ動きますね。まあ、主にその海外を起点にしてですけども。で今後に関してはまだまだ多分 EDH 需要のカードは上がっていくと思いますし、まあ、今回のダブルマスターズだったり、もう少しジャンプスタートそして基本セット2021というところで割と近いところにね新しいセットが3つもあるんで、まあ、この辺のね情報が開示されることで、また相場が動いていくんじゃないかなというふうには思いますね。まあ、なのでねこちらに関しても、引き続き注意してね動向を見守っていきたいと思います。はい、では、今週の個人的おすすめカードの紹介に参りましょう。今週紹介するカードはこちらになります。はい、今週のおすすめカードは、静寂の守り手リンバーラになります。こちらね効果というと、4マナ3用の伝説のクリーチャーで、飛行を持ってて、あなたの対戦相手がコントロールするクリーチャーの起動型能力は起動できないよということで、自分以外のね起動型能力を抑制できるカードなんですけども、こちらはね主にその EDH で白が入ってたらほぼほぼ入ってくるあのめちゃめちゃ強力なカードで、あの EDH はね、多人数戦かつ、マナクリア、ジェネラルに、強力な起動型を持った、カードが多いことから、リンバーラ1枚でね、機能不全を起こしてしまうデッキも数多くあるんですよね。で何より偉いのがこの自分を巻き込まないっていうところなんですよね。対戦相手限定なんで。でそして、飛行プラスこの 3-4 っていうスタッツが対戦相手のねコンバットを結構抑制してくれるんですよね。なのであの EDH ではね非常に強力なカードなんですけども、今回ねこちらをお勧めしている理由は、この昨今のね EDH 需要で高騰している流れでそろそろこのリンバーラも跳ねるんじゃないかなというふうに思ってるんですよね。で現状ねその海外を見るとすでに25ドルということで、まあ、日本と比べるとねかなりお高くはもう感じるとは思うんですけど、多少ね海外で反応こそしているものの、まあ、元々20ドル以上の価格をしてたんで別にそんなに特に反応してるわけではないんですよね。なんでもしねその跳ねるとしたら最近の流れを考えると、まあ、おそらく50ドル程度までは一気に跳ねるんじゃないかなとは思ってて、まあ、たとえねその跳ねなかったとしても現状そもそもね日本では680円という非常にお安い価格なので、まあ、今買っても損はないし今後跳ねたらさらにラッキーというところで個人的には非常におすすめですね。でちなみにねあの覚えてらっしゃる方もいるかもしれないんですけど、僕もね実はあの2月だったかなタイミングでこちらのね英語の初版ホイールを買ってまして、でその時めちゃくちゃ安くて確かね5980円とかで買ってたんですけど、まあ、現在のね日本での在庫がある限りで見ると、まあ、最安値なんとね1万8000円とかまで高騰してて、まあ、ただねその海外の相場を見ていただければ分かる通り、まあ、実際ね海外では76ドルということで、まあ、1万8000円っていう価格は、まあ、単純に在庫が少なすぎるっていう状況だからだとは思うんですけど、まあ、少なくともね、在庫が少ないことに限りはないんで、まあ、少なくとも日本では1万円以上はするんじゃないかなとは思うんですよね。で、これだけね、これ高騰する理由として、もちろんその EDH 需要っていうのもあるんですけど、まあ、それ以外にもね、その天使っていう部族であることが結構大きくて、まあ、天使はね、あの、非常にコレクション需要が高い部族なんですよね。なので、その初版のホイール関係ってめちゃくちゃ高騰しがちなんですよね。
まあ、なのでその基本的にプレイ用で購入される方に関してはもう最安値680円で買えるんだったら680円購入すればいいと思うんですけど、まあ、投資だったりそのコレクションも含みでっていうことであれば、もしその初版のねホイールが1万円を切る価格で売ってるようであれば、そちらの購入もね検討してみてもいいんじゃないかなというふうには思いますね。はい、ということで、この動画が良ければ、チャンネル登録、高評価、コメントの方もよろしくお願いいたします。じゃあね、バイバーイ。